すべての兵力ここに集めろ。ここを包囲しろ。はい。别动！今天不吃吃罚酒，你若真不敢崩了你，啊！幽灵，哎，小伟，你答应过我，放过我哥的。放心，我今天不是为了杀他。不好了，出事了！日本人追过来了。小薇，鬼子越来越多了，怎么办？尽量杀出去，杀不出去也要拖延一会儿，给家军他们争取时间。停 QQ 歌单，停 QQ 歌，停 QQ 歌。出发！上面他们成功了，我们走。好，杜萝卜。小伟，怎么办呢？拼了！慢点，走，走，走。快点，把电话先接了。小李，小张，跟我在这儿守着。其他的人去救人，你们仨跟我走。好。来坐。你们两个去那边守着。是。走，好，走。快。可以，可以，别出声，别过来救你了。我跟你说过的，我答应过你，一定会来救你的。谢谢你啊。哎，你们两个怎么脸那么红啊？嗯，有吗？有啊。行了，
别说废话了，咱们赶紧走。走走走走，快走。走了，快走快走，快快快，都跟上。有人！快跑！所有人往那边跑！快！快！黄斌，别走！快！你们快撤，我来掩护，从那边走，快走，听我的话，走啊，杜伯伯，不不不，走，杜伯伯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 ，你别管我，杜伯伯，杜伯伯，杜伯伯。是啊，约定的时间都已经到了，他们还没来，要不咱们去接应一下他们吧。后面快点，来了来了，应该是他们。何一，何一，何一，你没事吧？我没事。怎么了？怎么了？你们都怎么了？我爹呢？啊，你爸走了，回去伯伯家了。他让咱们赶紧回城。嗯，我们带了这么多人，就这么大摇大摆的出去吗？那不然呢？大不了杀出去，反正不能在这儿等死。少尉，你听我说，如果就我们几个的话，冲出去肯定没问题。但是我们现在带着这么多人，这么冲出去的话，恐怕就有困难了。那怎么办？容我再想想。去看看。卡车？车上还没有人啊。我们正好把他抢过来。你不觉得奇怪吗？这也太巧合了吧。没错，我们小心点，万一有什么圈套。走去看看。嗯。家军啊。这么多日本军装啊，我们正好可以用上，就把他们叫过来。嗯，好。来，走，好，快，快走，快！啊，走啊走，快，快点，快走，快走，没事没事，快点，快点，后面跟上，快，来，手给我。别开！クズ！死了我！死了のバカはどこだ？奴もここに呼んでこい！奴に知らせた。
すべての城門を封鎖しろ。徹夜で城内捜査しろ。はい。小姐，按照您的吩咐，我看着他们上了车。老爷上车了吗？天黑看不清，不过应该也上车了吧。好，那你们回去睡吧。小姐，你为什么不和老爷和少爷说实话呢？现在还不是时候，以后会说的。去睡吧。走。怎么こんな時間、どこ行くんだ？裁きガーだ。ヤンフォー、移動する。これは少将だ。これだけか、移動証明書は？緊急状況だ。そんなのね。待て。もしもし、ここは何条文だ？はい、はい。無駄だ。誰でも出るなよ。将军，士兵，委屈了。将军，快走！快点！怎么回事？坏了，车子没油了，赶紧下车！怎么回事？怎么回事？这车没油了，赶紧下车！鬼子快追来了，快！快！来，跟上，快下来！来来，快快快快！来来来来，慢点，双峰，快过来！可以，乐怡，带着他们，赶紧往树林里跑！快下来，往树林里跑！快快，跟上！快，小心啊！来来，快点快点，来，后面快跟上。鬼子车来了，快点。打。俺の急げ撃て！时间打，打，咱们的人，咱们的人。
停车！地震，你伤好了？你伤好了？你们这群王八蛋，这么重要的事情都不带着我啊！看我回去怎么跟你们算账！小张，咱们先把这帮鬼子干掉再说吧。冲啊！冲啊！走吧，丁震，你了解我的。虽然我从小就在军人世家长大，但是当兵并不是我本意。不过，看到刚才那一幕，我真的释然了。我第一回感觉到，作为一个军人的荣耀和职责。等等。这个是你的。我之前就说你的来历肯定不平凡。少伟，快醒醒！小龙，少伟，少伟，我没想到。你竟然是共产党。之前我是新四军的，后来跟日本人打仗，队伍被打散了。我找不到组织，我就一路南下。是孙老师，是他接收了我。我参军也是为了再上战场打鬼子。孙老师知道你的身份吗？你们想把我赶走是吗？我才不管你是什么呢，我只知道丁震是跟我们同窗的同学，也是我们学生军教导第三小队的指导员，更是跟我一起出生入死的兄弟。你说什么？你说什么？少尉，我们一直没有告诉你，是怕你在城里做傻事。我不相信，我不会相信你的。你说话啊！我不会相信你的。我爹没死，他没有死，我不相信。你说，别人不告诉我，你为什么不告诉我？事情已经这样了，少伟，对不起，对不起。杜少伟，杜少伟，杜少伟，你要干什么？少伟，少伟，你冷静点！杜少伟，你冷静点！少伟，走啊，走开！杜少伟，今天谁拦着我？别怪我对你们不客气。少伟，啊！为什么不告诉我？为什么之前瞒着我？你错了，我根本没想瞒着你，因为我之前认识的杜少伟是一个聪明而有理性的人，有这样的人做我们的队长对我们是件好事。可是现在站在我面前的是一个愚蠢而又冲动的傻子，对这样的人不值得浪费我的时间。你说谁是傻子？杜少伟，你现在这样根本不是给你爹去报仇，而是去送死，你知道吗？你爹费了那么大劲，他为了什么呀？混账话！我这一巴掌是替爹打的，你爹费了这么大的劲，他为了什么呀？他不就是为了你和你战友的命吗？如果你想报仇，
可以，先把你自己变强大了。可是你这样愚蠢的去送死，你对得起你爹吗？如果你真的想做一个孝子，真的想给你爹报仇，就好好的活着。这些话也是杜伯伯当时说给我听的。我当时和你一样，一脑门子只想着怎么去报仇。我也曾想拿着枪直接出去找小鬼子拼命。我感谢杜伯伯。少尉，今天我也把这番话同样送给你。让他一个人待会儿，这种感觉我最了解。这个时候只有他自己能过心里这个坎儿。侯哥哥，阿萨哥哥，我らの狙撃部隊は車輪の後に従って反日部隊を見つけた。付近の山に隠れてた。そして奴らの増援部隊が行った。人数は30人くらい。30人くらい。俺の目の下で抗日分子が隠れてたとは、必ず奴を消滅するんだ。後は消えず。はい。覚えろ。一人も残すんじゃねえ。はい。走、快走、鬼子跟上来了。鬼子怎么这么快？他们肯定是跟着我们的车轮印追上来的，我们得赶紧走。少尉。我们得赶快撤。少尉，现在不是哭的时候，没时间哭了，咱们赶紧撤，别忘了你的身份。少尉，走走，哎，快走，走，快走，快走。この道、そしてこの道、二つの道はすでに我が軍に封鎖した。道を塞だけはダメだ。増援を出せ。この前に暴走した公設軍を調達して、ここを徹底的に封鎖しろ。そして源氏の三民を捕まえて、我らに道を案内させて、捜査に協力させろ。はい。陈友生最近はどうだ？陈友生はまだ昏睡中。よーし。今は、ヤズニを見舞いに行く。
すみません、検査させてくれ。浅川さんに誘われた。苦労してくれ。入っていい。杜会長、杜会長、どうぞ。浅川さん、こんな時間用で、ただお茶の誘いではないでしょう。杜会長、ここに倒れてる方は君の同期である、そして友達であり。なぜ君はお見舞いに来ない？私とても忙しい。最近城内にコナニアで、そして国軍の給油部室も、全部我ら一階に集まる。今ここに会いに来るのも、再配のことです。杜会長心。幸い、陳さんは大した問題はない。頭は襲撃を受けただけだ。少し脳震盪だけだ。数日も関わらず、起きると思う。よかったです。彼が起きた後、誰に襲われたのわかるのだ。これはすでにわかった。陳さんが倒れる間は、ずっと一つの名前を呼んでた。そう？犯人は誰ですか？もし、この人の名前を言ったら、君はきっと親切と思う。杜少尉。不可能だ。おととは、すでに国軍入る前にここでだ。そういうならば、やつはここを離れた後、一度も会ったことはないか？ないです。彼に対して知りでは、ここに戻ってこれをするわけがない。そうか。運べ！杜少尉。同学们，他们回来了！他们回来了！你们回来了，回来了，你们回来了，太好了！姐，你可回来了！金伦，好了，没事吧？大伙都回去休息。我没事，没事就好。好了，大家都好好休息。没事就好。孟家军、丁震，我们大伙商量过了，不想离开这儿。想和你们一起参加学生军。参军报仇。非常に三人とも、同時に、おかしいと思う。父様はなぜ抗日分子たちと一緒に行った？父は海軍の軍人だった。気性は少し強い。多分、心から。とは、共栄を反対した。おお？そういうならば、杜会長の家族は、あんた以外には、全部抗日分子。浅川さんは私を疑ってるではないでしょう。いや、そういう意味じゃない。それは今まで
我々の活底がとっても愉快だから。ただ思うけど、こんな不愉快なことがあって、我々の後の合作に影響する。浅川さん考えすぎです。この人は、前まで私を殺そうでした。父との感情はいつも良くない。彼の死は、私にとってそんなに重要ではない。どう解除、さすがわかる人。でも、何故、この人は君のお父様だ。彼に涙を出すのも、それは尋常とも言える。どう解除は人があれば、俺は完全に理解する。大きい声で泣いてもいいぞ。理解してくれてありがとう。涙は5年前で流し尽くした。この必要はない。他のことがないならば、一階の方はまだ仕事があるので、先に失礼。どう会長。お父様の死体は、どう処理すればいい。すでに親関係を切れた。どう処理するのも、お任せします。下一个，再给我盛一勺。哭！哎，我哎，再给我多打一份，少飞一天没吃饭了。哎。这粥里的米粒也太少了吧，我都能数出来了。哎，过几天估计这么稀的都吃不上了。来，啊，不用了，我不饿。哎，丁震，该你了。少文。喝点吧。来的正好，正找你呢。什么事一会儿再说吧，烦着呢。有什么事儿比活下去更重要啊？你又没有喜欢的人，跟你说有什么用啊？哎，现在肚子都已经吃不饱了，儿女情长的事先放一放，填饱了肚子再说呗。少维在哪儿？他也该缓过神来了吧？啊，他也总不能就像这样一直消沉下去啊，这队伍还等着他带呢。在背后说别人的坏话，这可不是男人的行为。少维，你现在好点了吧？山下的鬼子没杀完，哪有那么多时间伤心啊？まあいい。こんな大きな城、奴らは源氏の人だ。ここの地形我らによく悔しい。だから、そこから抜けられるのも。不自然なことではないのだ。中谷さん、お前は窒息しなくてもいい。今我ら主要な任務は、死安城の族を消滅する。太平洋戦争につながる重要なところにとして、死安城の安全は、戦局全体に関わる。思うけど。多少云吧，きっと奴らと関係がある。
まず逮捕して審問すべきだ。いや、ここを占領したばかりで、道警は治安上でかなり勢力と威信がある。ここの治安を維持するの矢沢は必要だ。道少院は怪しいけど、だが今はまた矢沢を動けないのだ。合速しない。でも他の手掛かりを俺もすでに考えた。手掛かり？何の手掛かり？唉，我们必须为接下来做打算了。我们这支队伍该何去何从？唉，这方圆几百里内没有一支我们的队伍。说白了，我们现在就是没爹没娘要的孩子。我们可以南下归晋，但如果是我，我绝对不会这么干。现在日本人正在往南进攻，南边集结了大量的日军，如果往南走，无疑是去送死。我们往北走吧，没准可以碰到新四军。你想让我们进入新四军？我只想让咱们找到一个相对安全的地方。湖南全境都被日本人占了，我们需要穿过大片的日战区。与其这样，还不如留下跟鬼子干。等会儿，我觉得少维说的有道理。为什么非要我们走呢？啊？这什么地方？这是咱的家，是我们自己的地盘。该走的应该是小鬼子，咱们应该留下来跟鬼子干，否则打回老家光复史安始终是一句空话。说起来容易，做起来难。我们就这四十几个人，还有十几个同学是没有训练过的，就凭这些人怎么跟成百上千的日军打？杜梦玲也有得打斗。许怀恩という奴の家に住んだ。许怀恩、慰安婦に検査した医者ではないか。奴の家に人を出した。結果は誰もいなかった。奴の家族も同時に失踪した。隣人から聞いた話では、奴の家は数日前は確かに何人か切った。その中に、どうも縁は含めた。そう言うなら、こいつの家は、反日行動の秘密拠点だ。奴はこの前慰安婦を検査の時、きっと何かをやった。隣人がの話では、奴の娘がケイ君を、参加したのようだ。トウシャウイの弟、トウモリの息子も、一緒に参加した。そして、陳佑生の弟も。まさか、そうだ。中谷君、もし間違ってはないなら、今回城内で破壊をした奴は、こいつらだ。中谷君、覚えてるか？学生軍を襲撃孟小川の息子を逮捕したこと。奴も奴らと一緒に参戦した。もし間違ってはないなら、奴はここにいるはずだ。嗨，当年汉高祖刘邦起兵的时候也不过百人，可是后来怎么样呢？不照样席卷天下了吗？只要我们有这个信念，我相信咱们的队伍一定会一天一天壮大起来的。